ウルジチェには、ルーマニアのヤロミツァ県にある町、ワラギア平原の東部、バラガン平原のステップ地帯に位置し、ヤロミツァ川が流れる。県とスロボジアは、東に 65km、首都ブカレストは南西に 60km のところにある。ルーマニア聖教会の教会牧師によって建設された町で、ミハイユ観光在位の1596年4月23日に、 初めて歴史上に登場した。地名はルーマニア語で、イラクサを意味するウルジチャから取られた。1716年から1833年までの117年間、ヤロミツア県の県とであった。商人の町として発展し、1831年に市場と認められ、1864年に村、1895年に町に昇格した。20世紀には、 ルーマニア南東部の過疎地域における経済の中心地として発展していった。主な生産品目は焼き物、アルファ鉄、アルコール飲料、オーゴ、プラスチック、繊維製品、家具、ウルジチェニを含む自治体は1995年に主要都市に与えられる地位であるムニチピウに昇格した。2002年の国勢調査時点での人口は17,094人で、 ウチリューマニア人が16,562人、ロマが493人、ハンガリー人が11人いた。ウルジチェニー駅鉄道の要衝で、ブカレスト、プロイエシティ、ファウレー、サンダレーからの路線が交わる。バスの便も充実しており、西には E65 線と E85 号線が通る。小さい町ながらも FC ウニレアウルジチェニーというリーが、位置でプレーするチームがあり。 2008から2009シーズンには優勝を果たした。ありがとうございます。